苦しそうだね。ちょっと苦しそう。こういう感じの黒いつぶつぶ。もしかするとこれ全部悪いもの吐き出したら良くなるかもしれない。目がすごい綺麗で光を失ってないんだよね。おはようございます。朝になりました。痙攣はまだ続いてます。発見してから丸1日、おそらくそれ以上長い時間これが続いてると思います。見た時はもうケースの中下に落下してこういう風になってたからね。目はまだすごい綺麗。変化がない点として2点あり、1つは眼光や首の角度の生命感が維持されている点、2つは病状としての新鮮が継続している点。死んじゃうと目は真っ黒になるでしょ。でもこれはすごい綺麗な目してるよね。こうやって動き続けるっていうのは、中で感染してるウイルスなり菌なりっていうのがこのカマキリごと他の生き物に食べさせて自分はそっちに移ろうとしてる可能性もあるね。この子はこの子でずっとこのままこうしてやってて、ちょっと苦しいかもわかんないけど、もしかするとそれが体の外に出たならば、今はその可能性を信じて水と蜂蜜で吐き出させるってことをしてます。下からも多少出てるんで、下からもね、うんちとしても下からもこう多少吐き出してるんで、これ全部悪いもの吐き出したら良くなるかもしれない。最初に与えた牛乳は効いたのかもしれないね。包み込んだかもしれない。おはようございます。丸2日が経過しました。ちょっと変化が見られます。これね、うんちしたの見えますか。それで本人はまだまだ動いてて、目も綺麗、ほら目も綺麗でしょ。これもうんちだね。この下にもうんちある。ほら結構たくさんうんち出してるね。もしかすると治るかもしんない。もう死ぬための準備として足をこう閉じてるんだけど、今少し足開いてるでしょ。これ良くなってるかもしれない。悪いものがどん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 体から出てて良くなってるかもしれないね。もしかしたらゴキブリを介して体に入った殺虫成分とか、なんだろうね、菌とかウイルスとか分かんないけど、そういったものがどん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 体の外に出てる気がする。そして良くなってる。だから治る可能性あるね。目が本当に、お尻から悪いものを出してすっきりしたからかな。初日に発見した時には足が完全に閉じてしまっていたのに、少し開いてジタバタ動かすようになっている。動かしててね、黒い部分出てないでしょ。苦しそうに顎を開く場面が少なくなりました。昨日よりも口元は楽になっているようだ。こんなに釜動かなかったからね、前は。今までもこういう子いて、ゴキブリ与えたわけじゃないんだけど、こういう症状出て死んじゃう子がいたんだよね。それもやっぱりね、2日か3日ぐらいで死んでる。今日この状態が続けば良くなってる可能性あるよね。だいたい3日ぐらいで死んじゃうかな。食欲あるね。食事で体の外に出そっか。この感じだとさ、食欲あるよね。なんか食べ物与えてみよっか。食べ物で押し出すか。うんちもしてるし、食べ物で押し出してみよう。栄養面では蜂蜜を飲んでいるから大丈夫。腸の中の悪ものを押し出す目的で固形物を与えてみます。食べないか。口は動かすんだけど、しっかり食べはしないね。動けるようになった本人がジタバタしてたけど、口はもぐもぐと動かし欲しがっています。水でふやかしながら竹串で少し強引に口の中に押し込んだ。口は動かしてるね。なんとか体に入れよう。
頑張れ頑張れ、ね、減った量はそのまま全部食べた量ですね。ほとんど食べてます。最後これ蜂蜜か水でこう流し込めば全部食べるね。負荷もそうだし脱皮もそうだし、3日間は食べないでしょ。最低でも2日は食べないでしょ。そしたらその後に与えた餌がゴキブリって感じでした。3日後ぐらいに与えたんですよね。確か羽化から3日目ぐらいに普通のエビを与えたんだね。でその翌日あたりにまたあげたんですよね。それがゴキブリでした。その時は食べなくて翌朝見たら食べてあったんですよね。そう、次の朝見たらひっくり返って落下してました。見てください、ほら全部食べた。えらいぞ。固形分が食べられなくなっても蜂蜜だけで2ヶ月ぐらいは生きられるんで、吐くかな、吐き出すかもわかんないですね。この感じだと吐いたら吐いたでまあしょうがないですね。勢いで悪い成分も出してくれればそれで大丈夫。足が動くっていうのがすごいね。あとこの蜂蜜だけだと脱水症状になっちゃうんでお水も与えます。蜂蜜はね水をよく吸着するんだよ。殺虫成分もおそらく脱水症状出るんでお水は重要ですね。今までの子はねそんなに食べ物を飲み込まなかったんだよね。この子の生命力はすごい。口は動かしても飲み込まないんだけどさ、この子口を動かしてなおかつ飲み込むからね。だからなんとかできるかもしれないんだよね。あ、吐いた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 、吐きましたね。悪いもの出てたかな。じゃああとお掃除して体を拭いてあげて終わりにしたいと思います。今うんちをきれいにして羽の汚れとかきれいに拭いてあげたところ、それでねうんちを今拭いたらうんちがばらけてさ、見てうんちがばらけてさ、これゴキブリの体なんだよね。粉々になった体なんだよこれ。だからね消化器官がね活動してない、ゴキブリの体を消化できてない感じがしますね。砕いたような感じ。普通うんちだとこうじゃなくてもっと粉状になってるんだよね。噛み砕いたやつが未消化のままうんちとして出てきてる感じですね。ほら希望としては足が動いてきたのとお腹の変色がしてないこと。どうしても死んじゃう子っていうのはこうお腹が変色してきます。赤く変色してきたり黄色く変色したりしてお腹がこう硬くなってくんだよね。でもこの子の場合は消化系は未消化なんだけどお腹は変色してないでしょ。それからうんちがしっかりできてるんで腹部は機能してます。消化液はちょっと脱水症状で消化液は出ないのかな。消化はできてないんだけど腹部は機能してます。そして足が完全に閉じるんだけどこの子はね昨日よりも一昨日よりも足はね開くようになって動くようになってきてますね。それから釜もギュッと閉じたままだったんだけど今釜はある程度開くもんね。今カメラに映るかわからないけどちょっと困った時に釜をペロペロペロするでしょ。それに近いような動作をするんだよね。あ、これね、これこれこれ、ほらこんな釜ペロする余裕はなかったんですが今はそういう動作も見せるようになりました。かなり良くなってきてる兆候が見えます。本当に良くなるかもしれない。もしかするとこれ一人で起き上がってどっか歩いていっちゃうかもしれないね。引き続き期待して見守りましょう。